フージョタは2015年の日本、フランス合作映画、洋画家の藤田嗣ぐを描いた。日本では2015年11月14日公開。キャッチコピーは、パリが愛した日本人、あなたは藤田を知っていますか ?1920 年代のパリ、エコールドパリの騎手として、藤田嗣ぐは画壇での地位を確立させていた。画家仲間や踊り子たちとのランチキ騒ぎにうつつを抜かす、彼は、 絵が、いかに上手くても、名声を得ねば大成しないとの持論を口にし、夫婦とのあだ名をも甘んじって受けた。そして彼の宣伝に協力したフェルナンドを捨て、新たな恋人行きと遊興にふけった。その中で、藤田の作品は、嫌が上にも、評判を高める。彼は、モデルの危機に、スキャンダルや馬鹿げた騒ぎを重ねるほど、自分の絵は、綺麗になると嘘吹いて見せるのだった。 1940年代の日本、藤田は帰国し、軍部より繊維紅葉画の制作を依頼された。彼は、この作業に携わることで、絵が人の心を揺さぶることを知ったと語り、意欲を見せた。だが空襲の参加は日ごとに、東京に迫り、妻の君よと共に彼は田舎へと疎開する。近隣の農家の人々と豊かな自然の懐に抱かれ、藤田は、 新たな日本を再発見して行くことになる。その一方で、日本は敗戦への道をたどって行くのだった。戦後、フランスに渡り再び、日本へは戻らぬ決心をした藤田は、ランスの教会の設計から、フレスコ画までを手がけた。その壁画には、藤田と君よの向き合う姿が描かれていた。キネは順法2016年3月下旬号75ページ、山田良介。 日本映画批評家大賞新人賞受賞、浅野忠信の激励に感謝。オラカンスタイル、http://www.oricon.co.jp スラッシュニューススラッシュ2072329スラッシュフルスラッシュ2016年5月27日閲覧。オーバーフェンス、団地が最優秀作品に、第8回玉映画賞結果発表。 映画ナタリー、https コロンスラッシュスラッシュナタリードッニュースラッシュ映画スラッシュニューススラッシュ2043402016年10月7の開通欄。記者会見、ありがとうございます。